人気漫画家、鳥海茜氏が青年誌で連載中の作品で、生をテーマに書き、話題を集めています。彼女の作品は、時に生々しく、時に繊細に人間の本質や感情を描き出し、多くの読者の共感を呼んでいます。生を書く理由、鳥海氏はインタビューで、人は絶対にミスをするけど、それでも人生は続き、また笑えるようになると語り、 自身の作品を通じて人間の弱さや葛藤を伝えたいとの思いを明かしました。彼女は、性というテーマを選ぶ理由について、これが最も人間関係や感情の奥深さを反映できるテーマだと語っています。性は人生そのものであり、誰もが避けられないテーマです。そこには人間の本音が詰まっていると強調しました。さらに、鳥海氏は、性を書くことで、 社会の偏見や固定観念に疑問を投げかけたいとも語っています。彼女の作品には、女性の視点から見たジェンダーや恋愛、個人の尊厳に対する深い洞察が込められています。読者への影響、取り返しの作品は、特に現代社会で孤独や不安を抱える若者たちに響いています。SNS 上では、自分の弱さを肯定できるようになった。 先生の作品を読んで自分の人生に向き合う勇気をもらったという声が多数寄せられていますまた彼女の作品は男性読者にも支持されており性を通して自分の知らなかった感情に気づかされたといったコメントも見られます作品の特徴鳥海氏の書く物語は複雑なキャラクターとリアリティのある展開が特徴です 登場人物たちは誰もが欠点を抱えており、その欠点がストーリーの中で鮮明に書かれます。読者はその中に自分自身を見出し、共感することが多いようです。また、彼女は作品の中で細やかな心理描写を重視しており、キャラクターの心の動きや選択がリアルに感じられる点が高く評価されています。さらに性だけでなく 家族関係や職場の人間関係など多様なテーマを絡めて物語を展開させている点も注目されています。今後の展望、取り返しは現在、さらなる新しい挑戦を視野に入れています。これまで以上に自由な視点で物語を書きたいと意気込みを語り、読者に向けてどんな状況でも自分を大切にしてほしいというメッセージを送り続けると述べています。 取り返しの作品はエンターテインメントでありながら社会的な問題や人間の本質に鋭く切り込む内容で多くの人に新しい視点を提供しています。彼女の次回作にも期待が高まっています。